松田学です。月に1回ぐらいですね、海野健一さんに世界を来ていただいてますが、まあ海野さんの見方がどういうものかっていうのは、まあ皆さんも、そうか、そういうふうな見方もあるんだってことでですね、聞いていただければと思いますけども、今回世界の情報性といえば、5月19日から G7 広島サミットがまずありますので、まあそれに関すること、やっぱり一番大きな話題なのはウクライナの問題だと思いますけども、まずそのあたりですね、今、ウクライナが本格反転攻勢に出るんじゃないかなって、という今タイミングですけれども、ウーノさんがどういうふうにご覧になってて、日本の役割何かとか、そのあたりについてはいかがでしょうかね。そうですね、日本の役割ということで、この間ね、総理がウクライナに聞かれましたけど、はい、やっぱりね、日本は 2% の軍事じゃないですか。と、いうことはやっぱり 1% でしょ。で、それを、よその国よりも半分ぐらいですよね。で、その分やっぱり、非軍事的な形でね、もちろんウクライナだけじゃなくてですね、グローバルサウスっていうかね、はい、グローバルサウスありますね、含めた形で日本が援助していくべきだと思うんですね。で、そういう意味では非常に大きな役割を僕はね、岸田さん果たせると思ってます。で、今回の G7 でもね、まあ、彼は例えば軍事的な武器を供与するっていうのは法律で制限されてできないんですけども、そうじゃない部分でいくらでもできると思うんですね。特に一番のやっぱり貢献できるのは、今ウクライナって教育がね、荒廃しているはずですから、そういう部分での教養とかね、それから、先生もご存知、日本の大学って今、特に女子大学って定員割れいっぱいありますよね。で、そういうふうなその定員割れっていうか、日本が人口減少していく中でその教育の空いた部分をね、やっぱりウクライナを含めたそういうふうな国々の若い人たちに対してね、教育の機会を提供していくなんてことは最も貢献できる。もちろん医療とか、その他のそのセキュリティの問題とか、サイバースペースの問題とか、教育提供できるものいくらでもあるわけで、それはどんどん僕はね、やっていくべきだと思うんですよ。で、特にウクライナもそうなんですけど、アフリカもそうですけども、一生懸命ね、今まで安倍さんの時もそうでしたけど、お金を寄付しようとしてるわけだけど、その割には実効が上がっていない。それはやっぱりね、昔から中国に対してお金を提供してたと同じでね、現地の政府とつるんじゃって結局何の成果も上がんないようなね、寄付をしてきた。だから、僕は先生にぜひお願いしたいのは、そういうふうなこう実効、効果の上がるようなね、こういう行動をですね、やっぱりやっていくべきで、過去の歴史的に言って、その、政府が金出すとね、現地の悪い奴だと組んじゃって、まあ外務省も悪いんですかね、なんかそういうふうな、自分の日本の国のアピアランスを良くするための、現地の悪い奴と組んだ形で、その権限を強化しようみたいなことが、まあ援助にすり替わっちゃってるんですよね。そうじゃなくて、実効性のあるね、日本の対応ってのは僕は絶対必要だと思いますね。この間総理が連休中に、まあ、グローバルサウス戦略の一環としてアフリカに行ったりしましたけども、やっぱり中国の影響力がめちゃくちゃ大きいが、まあ、もともとヨーロッパの影響力も大きいんでしょうけど、そこに日本がどの程度食い込めるかっていうのは、それは全然食い込めるんですよ。中国ってのはね、そもそも、連中、ソフトウェア、本当はあるんですけど、自強という、孔子学園の、彼らはね、そういうものを使ってね、アフリカに対して、関与していこうって気持ちはさらさらなくて、利権をどう取ることしか考えてないんで、そうでしょうね。日本がね、アフリカに対して、例えばこの間エジプト行ったでしょ、なぜエジプト行ったかと、もう絶対もう見え見えで、その北がスーダンなの。はい、スーダンですね。そうですね。だからそういうふうなことの絡みでね、どういうふうに日本が貢献できるかっていうことは、見方によってはいくらでもできるわけですよね。で、スーダンっていう国は今もう本当にしょうもない国でね、いろんな、要するに内戦で2派に分かれて、政府と金持ちの準軍事組織を持った国が戦ってるけど、そうじゃなくてね、そういういろんなね、派閥があるんですよ、スーダンの中に。だから別にその2派の解決して、そう紛争解決したからって戦争収まるわけじゃなくて、もともとあそこナイルがあるでしょ。スーダンも通ってるけど。そういう意味でのね、エチオピアも絡んでるしね。そういう意味でも大きな意味でのその、政策的なね、なんていうかな、問題があって、
簡単には解決できない。で、結局、岸田さん何やったかと。エジプトにやっぱりその、なんていうかね、資金を上げてね、彼らに対して、まあ、ある意味ではごまかしちゃったんだけど、ごまかしちゃった。どういうことかっていうと、日本から期待するのは、援助を期待したい。エジプトはね。はい、そうじゃなくて、もっとね、日本がやるべきことは、例えば、農業支援だとか、はい、ね、教育だとか、うん、はい、我々が持ってる、しっかりした農家を持ってるんだけど、はいはい、やっぱり外務省が誰しないと思いますね。うんうん、要するに日本国の、立場って、エジプトの関係をね、うん、良くしようとするためにはこうしなさいみたいな発想だから。うん、エジプトを良くするためにどうしたらいいかなんてか、全然考えてない。ああ、そうだったですか。うん。で、中国はね、なんで、アフリカに関してるかと、彼らも、金とかね、鉱山とか、うんうんうん、ね、利権を考えて一生懸命やってるだけで、そうですね。何もね、アフリカのね、アフリカそのものはね、だいたい54カ国があるけどね、うん、まあ、民主国家も独裁政権も、まともにやってる国は少なくてね。そうですね。うん、彼ら結局、同族経営って、クローニーって、クローニーでしょ、クローニー。まあ、同族経営みたいなもんでね。はいはい、自分が利権を獲得してよければいいみたいな、うん、そんなことやってる国多いわけですよね。うん、だから、まあそういうところがあるから、まあそれしょうがないなと思って諦めないでね、日本国は。うんうん、やっぱり例えば、僕なんかコンゴ共和国から、依頼を受けてるんですけど、はい、日本のマイナンバーカードをね、うん、彼らに、彼らの人に入れたいと。で、ところが今後ってのはね、一人頭 GDP は500ドルちょっとでね、うん、日本の70分の1ぐらいでしょ。うん、だそんな GDP のない国にね、マイナンバーカードが入るわけないじゃないか、そういう見方しないでね。うん、ただスマホみんな持ってるんじゃないですか。スマホみんな持ってるんじゃないですか。まあ、うん、そうだ、スマホって持ってる。だからね。日本の高齢者持ってない人多いですけど。うん、だからね、そういう見方をしないでね、うんうん、それに対してやっぱりどう援助していくかって、うん、まあ実際にはそのマイナンバーカードシステムっていうのはトップがやってるんですけど、そういうものを政府が積極的にね、うん、援助する金に合わせてね、うん、協力していくって、こう地道な努力をね、やっぱ進めていくってことは、うん、いろんな ね、先生もご存知のようにね、政治っていうのはもうしがらみでね、まあ金ばらまいてその水に染みていくようなこう、うん、ところがあるんですけれども、うん、なんかね、もっと政治家がね、うん、正義をも盾にしてやっていくようなことが必要ですよね。なんか、この日本の理念が見えるとかですね、そういうあれなんだと思うんですが、ただ、あれですよね、中国の金の力にはなかなかこう、どこまで対抗できるのかなっていう、ね。いや、だけど先生さ、ワンベルトワンロードなんてさ、あれだけ金ばらまいてさ、本当に成果が上がってるのかって上がっちゃいないんですよね。上がってないですよね。成功したプロジェクトってないらしいですね。パキスタンのひどい目に遭ってる、それはだからやっぱりあれだけ金に任せてばらまいてね、うん、で成果があったのかってやっぱりね、うん、下心あるね、金のばらまきってのはね、そうですね。やっぱりうまくいかないんですよ。うん、まあとにかく今アフリカは貧しいんで、金があればそっちに流れていくんじゃないかって心配してるんですけども、いやそんなことはないと、日本は日本の、そんなことないですよ。例えばアフリカで新幹線とかさ、ね、高速道路作ってさ、結果だだ何だったんですかと、うんうんうん、ね、赤字で例えば100年経っても黒字ができないような投資をさせておいてね、うん、どうすんだ、だあれスリランカいい例でしょ、ね、政府が破綻しちゃって、ね、結局政治変わってね、うん、だけど異常した宮田も帰ってこないじゃないですか。うん、じゃあ中国はそれでもってどういうメリットあるんですか。結局結果としてはね、うん、裏目に出てる。うん、そうですね。うん、なんかイタリアもなんか一帯一路から離れようとしてるんですね、今、ようやく。イタリアもね、あれだけしがれ持ってね、関与したけど、結局やっぱり、金目当てでね、うん、中国やってきたの。あれはね、やっぱり、習近平も反省してるんじゃないですかね。反省してますかね。うん、やっぱ金でね、やっぱり、まあ、英語でブリングっていうかね、自分の、なんていうかな、ガキ大将みたいなことをやってね、本当にそれを説得できるのかって、聞くできないことは、分かってきたんじゃないですかね。分かってきたんならいいんですけど、習近平さんって分かってないんじゃないかっていう。まあね、不動産で今回、あれだけ人目にあってやっと分かったみたいなところあるでしょ。それは、成果見てさ、ワンベルトワンロードのさ、例えばスリランカでもいいですし、うんパキスタンで見るんですけど、バランスシート見てさ、うん、で、そういう計算書見てさ、どうなんだって言えば、そら、うん、いくらなんでもわかるでしょう。ああ、わかる方、
ほど賢くないんじゃないかっていう噂もありますけど、わかりませんけど。それはね、賢くないっていうのはそうじゃなくてね、彼の考え方がね、実際に授業やったことないから、だから、その、まあ、経済家として、もしくは経営者としての、相当過重ということは事実でしょ。明らかに。だかそれはだから、社会主義国家とかね、共産国家とか目指してやるっていう、そういう教育を受けてきたから、そういう意味でのその、まあ、採算を考えたね、やり方からは全く疎いというのが事実ですよ。でも今回さすがに中国がさ、IT とか不動産叩いちゃって、あれだけガタガタになっちゃったってことは、それはいくらなんでも計算できなくてもわかるでしょ。そうですね。で、一方で、その中国に対してアメリカは相当デカップリングって言いますからね、制裁をどんどんやってますからね。デカップリングね。だけどね、先生よく考えてほしいんだけど、欧米諸国がね、年間の海外ビジネスが、欧米がやってるんで、海外ビジネス。売り上げが2兆ドルなんですよ、実は。12兆ドル、ごめん。12兆ドル。うん。はい。海外で売り上げてる。はい。そのうちね、中国もね、ヨーロッパはね、その中のね、8% かな。アメリカ 4% かな、だから占める比率って高橋入れてるんですよ、中国に対して、で、なんか皆さん思ってるようほど対中国の売上比率大きくない、対中国の売上比率が大きくない、大きくない、海外売上に占めるね、12兆ドルなんだ、で、僕はね、さがに今バイデンがね、ディカップリングというか規制をかけて半導体チップを一切中国出さないとかやってる、精密のやつね、精密のやつ、4ナノセカンドとか、8ナノセカンド、精密のやつ、止めちゃったけどね、設備機器もね、でそれは韓国、日本、オランダ含めて出すなってことを彼らやってるんですね。でもそれはね、僕はね、グローバリゼーションの考え方に反した考え方でね。で、アメリカの、そういうふうな先端技術を中国に出さないというふうなことで、そういう規制をかけてるけどね、僕はそれはね、馬鹿げた話だと思いますよ。そのことをしてね、結局、世界を二つに分けて、西側諸国、諸国とね、中国とロシアというグループに分けてね、ビジネスを、ね、遮断するっていう、本当にできるのかってことは一つと、それからお互いその何のメリットもないね、利益をもたらさないこう ちょぎるっていうようなことがね、果たしていいのかどうかってことはやっぱもうちょっと、冷静に考える必要があると思うんですよね。だから、それによってアメリカもね、じゃあ半導体を中央に輸出しないってことは当然売ってるわけじゃないですか、ね、例えば韓国なんかハイニックスとか、サムソンとかって自分の半導体の売り上げの3割以上中国に売ってるわけですよね。そうですね、それを全部来年からやめるって言ったらとんでもない措置ですよね、アメリカ企業もそうですよね、しかも今度さ、そういう規制をね、もっとその半導体のもっと幅のもっと広げて、中ぐらいまでも輸出禁止するとかって考えたりね、それから医薬品も規制しようとしたり、それどうするかっていうと、規制するってどういうことかっていうと、買う方は当然売る方があるわけでしょ、売る方がアメリカでヨーロッパのね、でそれを買うのを中国で、それを止めてしまえば中国を自分で開発するように一生懸命努力する一方で、アメリカは売り手がなくなるから、それだけの韓国もそうですけど、設備が余っちゃうわけじゃないですか。で、そんなことをしてると本当にディカップリングっていいんですかっていうのが、基本的な僕の考え方でね、アメリカおかしいんじゃないと。日本はもちろんその、岸田さんはね、アメリカに対して従うっていう、従属的な関係があるから従わざるを得ないけど、日本のやっぱりその企業もね、損失が大きすぎますよね。医薬なんかさ、今、あれですよ、いや、アメリカとヨーロッパの医薬、会社っていうのは設備とかテストね、テストとか、中国にものすごく頼ってるわけですよ。例えば炭疽菌なんかも中国しかノウハウ持ってないわけですよね。それ切っちゃったらさ、
炭疽菌の研究は止まっちゃうわけですよね。うんうん、そんなんでいいんですかみたいなところがあるわけですよ、ね。医薬もその、もうそのうち、アメリカが拡大しそうと思いますけど。うん、だそういうふうな、一方では例えばさ、先生ご存知のように、ホワイトカラーのね、アウトソーシングって今、世界中で今流行ってるわけ。はいはい。どういうことかというと、アメリカと日本のね、先端技術者の、R&D をね、日本人雇うよりも、はい、それはインドとか中国とかさ、アメリカで雇ってもよっぽど安いわけですよ、コストは。どんどん海外出すべきだ。うん、中国に対してもそうだしね。そういうふうな、その、彼らのエクスペリメントの実験でやらせると。うん、医薬とか、うん、もしくはその製造業もそうだけど、うん、そういうふうな R&D をどんどんやっぱりね、うん、海外出すべきだ、うんで。それをね、中国だけはダメだっていうのも変な話でね。うん、それインドだって、まあ、例えば、バンガロールにね、いっぱいそういうふうな R&D を投資してますし、うん、アメリカの航空会社もそういうふうに投資してますしね、うん。で、それは別にインドじゃなくて中国に投資しても当然優秀な人間いるわけだから、うん、そうするべきだ。ですから、うん、ホワイトカラーのアウトソーシングっていうのはこれからどんどん、まあ日本はあんまりそういうのやりませんけど、うん、アメリカは目立たないからね、それは。そうですね。今のお話は確かに昔のソ連に対する国務の時代は相互依存関係がほとんどなかったけども、今も完全に経済が一体化してたら、そもそも、その、経済的に成り立たないという、ある意味ですね。成り立たない。で、それは結局、まあ、アメリカはそう言うけれども、ちって、フランスとかドイツが、中国と独自に、こうね、経済が切るわけにいかないんだみたいな動きをしたりしてますよね。いや、さ、ドイツだってさ、工場が、自動車工場が中国40もあってさ、うん、で、マクロンにしてみたってさ、彼なんかはっきり言ってるけど、自分の国がね、うん、利益あるんだったらやったっていいじゃないか。うん、マクロの考えはね、うんうん。ドイツの場合はあれだけ投資しちゃったから、うん、もう引くに引けない。うん。ね、それでやっぱり心配なのは、例えば、なんていうんですか、そのバックドアみたいな、そんなんで、機微な情報がどんどん中国に取られていくんじゃないかっていう、あんまりこうね、お互いに。いや、取られているんですけど、実際ね、中国に流れているんですけど、ええ、ああいうね、中国って昔からね、中国の企業に対してね、中国の企業に対してでしょ、国家が中国の、中国企業の R&D と、戦略、はい、戦略と、人事は政府が管理するって昔から言ってるんですよ。はいはい、ね、うん、だから、大きな企業、これからもう中堅企業にも全部そうですけど、共産党の委員会をね、企業の中に置いて、うん、で、二つやると。要するに、あんたのところの戦略計画に参加させてくれる、うんうん。それがあんたのところの人事政策に関与させてくれるってことをやってるわけですよね。と、うんうん、いうことは、何のことは中央企業を取引するってことは、そういうふうなね、うん、戦略的な項目とか、うん、人材の優先とかっていうのは、それは中国政府が干渉してくるっていうのは、もともと中央政府の方針ですから、うん、仕方ないし、それは欧米諸国も、それはしょうがないからって認めるべきなんですよ。それをね、ブロックしたところでね、ええ、考えてみたら、日本はそんなに、中国人いませんけど、うん、アメリカなんか100万人以上、アメリカ、うん、中国系アメリカ人いるわけでしょ。うん、で、彼ら中国語喋るわけですから、うん、そんなの、ブロックなんかできるわけないですよ。できるわけないと。うん、だからそこら辺のところを諦めて、ただね、そうは言っても、やっぱり、うん、トップシークレットみたいなテクノロジーあるから、はい、それはそれでやっぱりある程度関わってね、うんうん、関心持ってやりゃいかないけど、半導体をね、止めるっていうのは僕はナンセンスだ。うん、なるほどね。だから米ですよ、米。産業の米ですからね。産業の米を止めるって言ったらさ、あんたそう言うけど本当に止められるの。うんうんうん。ね、うん、例えばね、中国はね、アフガニスタン戦争の時、アフガン戦争の時ね、ロシアと別れて、喧嘩別れしていたから、はい、AK-47 っていう機関銃、機関銃があるんだけど、あれね、中国はね、アメリカを支援するためにね、いっぱいAK-47 をね、シール剥がしてね、アメリカにね、提供したんですよ。うんうん、ロシアと喧嘩、アフガニスタンはロシアが占領してたからね、うんで。そういうふうなことがあるわけですよ。うん、ね、中国は、うん。それはね、表立っては知られてないけど、大っぴらにやったわけですよ、彼ら。うん、武器を提供した。うん、今のアフガン戦争でもね、うん、ロシアに中国は武器提供してないって言うけど、中国にしてみればね、弾薬とか、うん、機関銃の類なんていくらでもわからないよ、うん、シール剥が、彼らシール剥がして、
第三国経由して送るっても得意じゃ得意ですから。うん、まあ、それはいくらでもやってるわけですよね。そうそう、やってるわけですよ。やってるんですよ。それがね、大っぴらで、ただね、中国ができないのは、例えば高精密機器であるドローンとか、はいはい、ね、それからいわゆる、ハイマースみたいな、要するに、高機能の、機器、はい、戦車とか、はい、それはね、中国できないですよ。なんでかってね、簡単にいくらシール剥がしたってバレちゃうから。あうん。まあなんかあれですよね、対中国制裁強化っていうのは今度 G7 でまた決められそうですね。いや、だけどさ、あれは僕は見方によって今言ったようにね、精密、高精密機器のタンクとか、ハイマースみたいな、いわゆるアーティリーウィーポンとか、そういうふうな類のものはね、中国はね、ロシアにさすがに出せない。だけどね、中国ができるのは、軍服とか、医療機器とか、食料とか、目いっぱいできますよね。さらにね、言えば、絶対わからないように、弾薬、目立たない弾薬とか、それから機関銃とか、そういうものをいくらでも提供できますよね、3億円。そう。で、それでですね、あれですよね、習近平が、いや、停戦のね、仲介役をね、期待されてるとか、そんな話はありますけど、それはどういうふうにご覧になったの？あれはね、まあ、この間フランスでね、中国の大使が、ウクライナはね、ソ連の領土みたいなこと言ったけど、そんなことじゃなくてね、習近平考えてるのはね、あれね、今回習近平が関わることによって、はい、中国のね、はい、立場を、良くしようっていうのは一つと、そうでしょうね。ね、平和の一つ。うん、それは一つに狙いがあってさ、グローバルサウスに対するグッドインプレッションね、インプレッションしようと。一つ。で、もう一つはね、やっぱりね、アメリカとヨーロッパを、くさびを入れるっていう。ね。間を分離させる、ね。それがもう一つ狙いで、ヨーロッパの印象を良くしたい。ね。で、今だってウクライナのロシアもさ、自分の領土がどっちが取るか分かんなくてね、俺が勝つんだって、言うてるっていうのはバフムトもそうだけどさ、俺が占領するんだみたいな言ってる中でさ、平和交渉なんかできるわけないんでさ、お互いそのつもりも全くないけど、中国はさ、下心があって、今言ったアフリカに対するグローバルサウスに対する印象抑止を、それからアメリカとヨーロッパのくさびを打てよう、そのためにはそれを利用してね、発言権を強めよう、それだけですよ。別に和平工作っていうか名前を使ってるけど、両方とも和平ね、やってもらおうなんて思ってないな。ただね、今度は傑作なのは、習近平と対談したでしょ。で、今度ウクライナどうするかというと、あれでしょ、ウクライナが、あれ？あ、中国にさ、ウクライナ大使館作るんですよ。これすごい大きな進歩なの。なんでかっていうと、中国は一つとってはね、ウクライナのパイプラインを一歩進めたわけでしょ。だから彼らに対して、中国はいろんな情報を流すことができるじゃないですか。だから、中国大使をね、ウクライナの中国大使を中国に受け入れるっていうのは、中国にとって大きな進歩。いずれにしても、ウクライナってもともと中国にとって一帯一路の重要なとこだったわけですよね、そうって言いますね。まあね、通学拠点だけど、まあ、どちらかというと、ロシアがね、ウクライナに、戦争仕掛ける前は、それほど大きな位置づけはなかったと思いますよ、ウクライナはね。まあ、たまたま今回ね、クローズアップされて、NATO が一丸一つになって、で、中国にしてみれば、いい機会だからね、ウクライナに関与して、そうですね、自分が一枚そこに立つ。結局、戦争が長引けば長引くほど中国のパワーが大きくなるという、そういう感じですね。あ、そうですよ。だって、もう一つは中国が企んでるのは、今、アメリカのバイデンが一生懸命、支援してるじゃないですか、はい、ウクライナに。で、ウクライナってのは、プーチンに対して、中国はプーチンに対してね、唯一の、世界の中で、力を持った味方なんですよ。ね、いや、プーチンに対して、武器以外っていうか、実際は武器も含めて、はい、大型武器じゃなくて、武器も含めて食料とか何でもかんでも、プーチンの言ってること全て聞いてるはずなんですよ。で、その一方で中国は、したたかに、
ウクライナに対して援助しようと。うん、どういうことかっていうと、うん、ロシアに対して援助する。うん、ウクライナに対して援助する。と、うん、いうことは、戦争が長引くじゃないですか。うん、で、何が中国にとってメリットがあるかというと、うん、台湾にさ、うん、欧米諸国が目を向けられない。そうですよね。これも大きいんですよ。だからね、大きいですよね、中国がウクライナに、今度はね、うん、ロシアと同じようにね、うん、支援しようと思ってる、習近平。うん、まあ、戦争長引かせようと。だいぶそうです。漁法の利ですよ、漁法の利。漁法の利をもっと大きくしようと。もう意図が、もう見え見えですよ。だから、あれですよね、ハイマースだって台湾に配備する予定のものをウクライナに持ってちゃってるとか。ああ、そう。アメリカも。だからね、だから、うん、中国の意図は、もう一つね、うん、台湾に目を向けないように。ウクライナの戦争を長引かせようという。日本にとってはまずいですよね。日本にとってはまずいことですよね。そうそう。だからそういう意図が強くある。うん。だから、あれなんですかね。いや、もうね、まあ、私の周りのね、どっちかというと保守系の関係の人たちは、もう力による現状の変更とか何とか言う前に、早く停戦しろと、いうふうにね、声を出し始めましたけどね。うん。まあ、停戦。うん。まあ、停戦はしないでしょ、ロシアも。ロシアじゃなくて、西側がやめろと。ウクライナは、ゼレンスキーもそれに同意しないでしょ。だって今、西側がやってるわけですから、南戦争ですね、ロシアよりも。うん、まあ、ただ、まあ、バイデンがね、軍事物資を、弾薬をやらないって言えば、もうゼレンスキー停戦するしかない。そうですね。で、アメリカ国内でも共和党がいろいろ言い始めましたしね。今みたいに定期的にね、弾薬を提供して、ロシアと対抗している限りは、うん、まあ、停戦はならない。そうなんですよね。そういう構造に置かれてますよね。それで、そのアメリカについてなんですが、この間トランプが起訴されたとかいう話ありましたけども、トランプが、あれ、どういうふうにご覧になったんですか？トランプなんですか？例の買収の話？その話でいっぱいなんか罪状つけられて、だから結局あれでしょう、トランプ卸しをしようとしてる人たちがそれやってるでしょ。ですよね。で、うん、あれ見てやっぱりアメリカ国民はさすがにあれはやりすぎじゃないかというね、トランプの支持率が書いて上がっちゃったりして。やりすぎだと思います。30年前の事件をね、なんで何億ドルも罰金取るみたいな判決出すんですか、おかしいじゃないですか。おかしいですね。うん、それは反トランプで、トランプを早く、結構支持率が彼高いもんだから。だから、少なくとも大統領しないようにってんで、一生懸命行動してるわけですよね。で、かたやバイデンも出馬表明して、民主党他に候補がいないって言うんですけど、またバイデンとトランプやった。トランプにしてもバイデンにしてもおかしな話で、アメリカっておかしなとこですね。日本もね、やっぱ政治家に対して批判あるけど、アメリカは批判じゃなくて、変ですよね。変だと。国民は何考えてるのかってね、いうふうに私は思いますよ。うん、で、もしかしたら、今の流れで言ったらトランプが、この間支持率調査したトランプの方がバイデンより高かったっていうのが出てましたね。そりゃそうですよ。だって、バイデン無理でしょ、もうそりゃ、年だし。で、そしたらまたトランプ復活かもしれないですね、もう前だったら。うん、ただトランプ復活してもね、ウクライナの戦争を落ち着いてると思いますからね。うん、だからそういう意味ではあんまり大きな、損害っていうかね、被害はない。トランプはね、対外的には全然ダメな、彼はね。彼はもともと、内陸のね、共和党っていうのはまあ、ドメスティックな、ですよね、うん。カリフォルニアとか、それからニューヨークとか、うん、そういう以外の、いわゆる、ミシシッピーベースンという部分の内陸の、要するに海外、行ったことないような人たちの支持基盤ですから。だから、対外的にはトランプダメだけど、まあ、トランプが当選してもね、ウクライナの戦争が落ち着いていれば、あと台湾ぐらいでしょ。だから台湾問題ですよね。日本にとって本当にですね。まあ、台湾はね、僕はもともと台湾の付き合いも長かった中国長いんですけど、台湾はね、中国人ですからね、うん、もう答えは見えてて、習近平はあそこの台湾の国会議員の金をむちゃくちゃばらまいてね、うん、買収して蔡英文を引き下ろすっていうことを彼ら考えてますから、うん、それは3、4年ぐらいのスパンで、うん、それは可能ですよ。中国人とは買収できますから、うん、だから平和裏に
併合しちゃうと。部屋に併合しちゃうって、その流れですよ。うん、で中国人の2300万人はね、うん、大陸の中国だろうと、そうじゃなくて、うんうん、あんまり関係ないですよ、彼ら。うんうん、ね、200万人がビジネスマンで中国と商売やってるけど、うんうん、まあ僕もそのうち、まあ、なんか関わっていたけど、あんまり関係ないですよね。うんうん、それからですね、今あの、G7 でも今、新たなテーマに出てきたのが、あの人工知、AI のチャット GPT とかですね。あの話は、あの、うんのさんの ご専門かと思うんですが。うん、僕の専門でチャット GPT 使ってますけど。いや、すごいですよね。もうなんか世界でルール作んなきゃいけないっていう話になってますよね。いや、ルール作るっていうのもそうなんですけどね。僕が一番心配してるのはね、北朝鮮とかイランが、チャット GPT を使い出したら怖いな。北朝鮮、イラン。要するに制約なしで、例えばどうやって原爆つくんですかとか、どうやって答えてくれますから。そうですね。あいつら使い出したらやばいな。先進諸国がルール作るとか、ヨーロッパ一生懸命規制しようとしてるけど、そんなことよりもさ、ローグっていう悪者、ゴロツキ国家が、アフリカとかね、使い出したらそれはやばいですよ。なるほど、やっぱりそうですよね。それってそっちの方が重要な話ですね。だってブレーンをすぐ持っちゃうんだから。うん、そうですね。そんなの教えてくれないの。チャット GPT 行けば教えてくれる。例えば、僕なんか今利用してるのは毎日ね、エコノミスト読んでしょ、あれをね、ディスカッションポイントをね、相手までしてくれって言うと、2秒ぐらいで。そんなことまでできちゃうんだ。2秒ぐらいで相手まで、だから議論、論点を、この論文の論点をまとめてくれる。そうですか。2秒ですよ。そうですか。でも、でもあれですね、知的な仕事をしてる人にとってはめちゃくちゃ便利ですね。いや、だからね、便利なんですよ。だからね、要するに自分が読んで要約する代わりに、チャット GPT が2秒でまとめてくれるでしょ、自分はそれを読んでさ、そのポイント、例えば10ポイント出してくれって言うやつからさ、4つぐらい選んで、で議論すればいいわけですよ。ああ、なるほど。だからそれはだから効率8割ぐらいアップです。だからそれはそれでもっていいわけです。で、規制するってのはそれは今実際やってますけど、例えば、なんだっけな、なんか、爆弾作り方を教えてくれって言うと、教えられないってメッセージ出てきますよね。それは今そういうふうな、常識レベルの規制をかけてるわけですよね。で、あと規制するってのは何を規制するんですかね。僕はもっともっと利用する。ただね、学校がなんで規制してるかっていうと、論文書いてくれちゃうから。ああ、そうらしいですよね。論文書いてくれちゃうんですね。で、その中にさ、インターネットからデータ持ってくるから、インターネットっていかがしいデータいっぱいあるんで、ありますね。それを、まともらしく論文書いちゃうから、間違った論文できちゃうわけだし、そうですね。で、子供たちが考えなくなるからいけないって言うんで、そう規制しようとしてんだよね。それで、先生がね、やっぱそれをどうチェックするかだよね。でも、まずね、人間としての思考力が先に育てないとですね、例えば僕は算数が大好きでね、数学が。で、一生懸命勉強したことあったんだけど、あれはね、算数の問題、大学入試問題でね、解けなかった時にですね、回答を見るとダメなんですよ。回答を見ないで何日と何日も考える。なぜそうなのかって考える。そういう考える能力をやっぱり子供たちに教えなきゃいけない。それ今のね、学校はそういうこと教えてないんだ。そもそも今教えてないと。だからそういうふうに物事を考える。なぜそうなのか。例えば、チャット GPT に書かせた文章、論文でもいいですよ。なぜそうなってるのかって。君はね、ちゃんとそこら辺のところの裏付けを考えたのか。今の子供はそういう教育受けてないから、考えないでね、そのままいろんな論文持ってきて、でっち上げちゃうの。それは今でもそうだけど、それが10日かかったのが2時間できちゃうから、それでも停止するわけでしょ。じゃあその考えろと。ね、いうことはやっぱり僕は必要だと思うんだよ。そのためには今ね、アメリカの学校でさ、一番最大の問題は今ね、先生知ってます。哲学とかさ、あとなんだっけ、哲学とか、歴史をね、外してる学校多いんだよ。その代わり、今おっしゃったチャット GPT とかそういう IT の先端技術を教えてる。それは先端技術を勉強すれば、就職すればすぐ就職できる。金になるから。そうじゃない。一番大事なのはね、物事の真理を考える。哲学とか、歴史っていうのはなぜそうなのか。なぜ彼らそう判断したのかっていうね、物事を考える能力を身につけさせることが大事なんだから、それをね、今のアメリカの大学は目先でね、
金になる方に飛びついてる。日本もそういうとこあるけどね。ああ、だってハーバード大学の一番偉いのは神学部で、で哲学とかああいうところが収穫だって聞きますよね。うん、それが大事なんだ。それをね、今ね、それをシフトしようとしてる。それは間違いない。で日本もそうだけど、だから日本もね、僕は毎日3時間歴史勉強しようとしてるけど、忙しくて30分ぐらいじゃできないけど、絶対手放せない。そうですね。まあ、昔、東京大、今もありますが、教養学部っていうのがあって、いわゆる、なんていうんですか、あそこが大学の本当の中核っていうか。そうですよ。だものを考えるって習慣を身につけさせる、とこですよ。そうですね。でしょ？はい、はい。それが、だから今ね、チャット GTP は、どういうふうにそれ弊害になるか、それをうまく利用するかっていうのは、哲学とか歴史を勉強すれば、チャット GPT は非常に我々にとってプラスになるね、ノウハウを身につけさせてくれる。さっきのお話ですけどね、例えば北朝鮮だって自分でこの開発できますよね。できますよ。だから、でも悪用すればいくらでも悪用できる。ですよね。あっちの方が怖い。怖い話ですね、これですね。逆に言いますとですね。いくら西側だけで規制してますね。規制、何を規制するかですよね。例えば、あれ見られない、これ見られないってやったところ意味ない。そうじゃなくて、もっとバックトゥーベーシックで、これだけのね、AI の素晴らしいもの出てきたんだから、もう一回教育をね、根本的に見直してね、子供たちにどういうふうにそういう AI を使わせるのかっていうことをね、考える。どういうことかっていうと、ものを考える力をどうやって見つけさせるか。それはね、歴史であり哲学なの。そういうふうなところをね、もう一回教育学部を、一般教育をどう考えさせるのかっていうのね、それは中学校とか小学校も一緒だよね。それを身につけさせる必要がある。それはね、一番、その、いい道具は、実は算数であり、数学なんだ。そういうことをね、知らないね、先生が多すぎる。なるほど。だから逆に言うと、こうやってデジタルの世界がどんどん進歩して、便利になったらですね、根本のところは逆にもっと見直されて、必要になりますよっていうことを日本はもっともっと言っていかなきゃいけない。例えばさ、物理にシュレジンガー方程式ってあるけど、シュレジンガー方程式なぜできたのかっていうね、それをね、1週間も10日も考えろと思う。方程式を解くね、解くためのね、公式を暗記するんじゃなくて、なぜそうなのかっていうことを考えるって、それをね、今の教育が欠落してるの。そうですね。だから結局、その、教育再生っていうか、本当に大事な教育をやないと、この時代、もう生きていけなくなるよっていう。そう。だから僕はね、人間としてのですね。僕はだからね、今の教育どう見直すかったらね、いつも言ってるのはね、今の教育問題だとか言うけど、そんなことよりもね、子供たちに、歴史の本とか、伝記でも何でもいいから、それを読ませろと。それでいいと僕は言ってるの。それだけでいいと。歴史の。そうするとね、この時はこうなった、あの時はこうなった。ね。で、例えば、徳川家康の王代のお母さんは、なぜ死んだのかと、そういうのを読んで、あ、こういう理由で死んだんだと。絶食して、なぜ絶食して死んだのか。そういうふうな、背景をね、勉強することによって、なぜそうなのかっていうことをね、自分が考えるようになれば、チャット GTP もね、使い方を担当できる。そうですね。だからね、僕は毎日チャット GTP 使って、あえて前、ディスカッションポイント、フォーザフォローイングセンテンスでバーって貼り付けて、パッと答え返ってくる。それはありがたいよね。だからやっぱりそれは、ディープルって翻訳のソフトもですか、高い金払って使っていくけど、便利だよね。なぜかと僕はね、自分が納得、まず読んで、全部理解して、ディープルを使って翻訳を読む。そうすると、間違いがすぐわかる。ディープルって、やっぱそれはね、どんな翻訳でもね、間違いだらけなんですよ。文章飛ばしたりね、イエスノー反対出したりしてるわけで、それを自分が読んで理解したら、自分で手で書く代わりにね、そういう翻訳機を、を出ないにして、貼り付けて使うっていうふうなことをしてるわけですけど、それはね、チャット GDP の使い方としては、いい方法ですよ。そのまま、論文を考えて、その論文を簡単ペースでね、提出するってダメですよ。考えちゃダメだ。そうですね。なぜそうなのか。そうですね。だからチャット GPT を使う人間を育てるのが教育になるという。ああ、そうそう。だからもうすごく素晴らしい道具だと思いますよ。そうですね。だからそういうふうに我々の考え方をこうやって方向づけをすれば、そういう共存ってですね。だからまともな教育者だったら、そんなこと気がつくでしょ。そのはずなんですよね。で、規制するって言うでしょ。ヨーロッパの中でルール作ってきて、何規制するんですか？まあ、個人情報のあとかなんかね、言われてるのはあれですよね。
まあ、結構いろんなデータをあちこち集めてやってますからね。そう、それはさ、カマンセンスの問題でさ、それは常識に任せてさ、やればいいんじゃないですかね。まあ、とにかくヨーロッパって何でも規制し、従いますからね。例えばさ、ヨーロッパの、EU のさ、ヨーロッパ委員会ってあるんですけどね、もう何でもかんでも規制してね、タオルのサイズまで規制してる。タオルのサイズですか？バカじゃないのって。やることないからさ、で、彼らの給料ってはさ、各国の役人の給料より高くなっちゃってさ、だからイギリスなんか脱退したなと思うんだけど。そうですね。やっぱりそういうのは、暇なやつが多いとさ、規制したがる。あれこそね、官僚機構を肥大化させてるようなもんですよね。そうですね。だから、ヨーロッパの人ってそういうふうなことも好きだからね。ドイツ人なんか規則だから。規則大好きですからね。だからそれは、まあ、日本人はどうかっていうと、必ずしもそうじゃなくて。そうですね。結構良識的な人が多いんだけど。日本人は良識なんだけど、何が問題かって G7 でやってるの見てれば分かりますけど、日本人は英語下手でしょ、だから海外とのコミュニケーションしてないから、だから、まあ、自動車なんか見れだけど、優雅独尊になっちゃうんですよね。まあ、優雅独尊だけじゃなくて、結局従属してしまうってところがありますね。なぜ従属するかって別に、例えば、水素自動車とかさ、ハイブリッドカーとかさ、別に従属してんじゃなくて、最先端行ってんだけど、欧米とコミュニケーションしてないから、日本が得意な部分は外されちゃうんですよ。あ、そうですね。世界のルールから。だから日本はせっかく得意なのに、外されちゃってて、結局、作りやすい EV に世界は行っちゃったでしょ、ハイブリッドじゃなくて。EV って、モーターって作りやすいんですよ。ハイブリッドってやっぱりその、ね、エンジンからさ、エンジンのアイデリングから、電気を蓄積するみたいな技術って難しいわけだから、そういう最先端技術ってやっぱり、ヨーロッパと欧米好まないわけですよ。モーターをただ単にさ、電気から充電するってのは簡単だから、テスラみたいにバーってね、発展しちゃったわけでしょ。でもあんなの考えてみたらさ、日本のトヨタのやってるハイブリッド車ってのはさ、素晴らしいと思うんだけどね、結局英語が下手なもんだからさ、リーダーシップ取れなかった。なるほどね。水素は確かに、やたら1台800万円高いんでね。日本でも7500台しか売れなかったけど、未来ね。まあ、それは、もともとそういうふうな、一般大衆車に向かないようなね、技術だったってことは最終的に分かったんだけど、でも、トヨタにしてみればさ、志高かったんだ。ね。欧米はそんな高いものなんか使えるわけないよって、やっちゃったけど、継続すれば、ものになるかもしれないよ、これからも。だらそういう日本人のコミュニケーションのまずさがあるんだよ。そうですね。本当その通りですね。だから説得できないから、ヨーロッパはね。しかもだって、世界標準設定委員会なんか日本が設定する委員って一人も入ってないじゃないですか。そうですね。だそういうものもね、やっぱりその、まあ、語学が話題してるよな。やっぱり語学なんですかね。話題してるよ。まあ、私も昔、大蔵省で金融関係、国際金融やってましたけど、本当に大事なところは日本外されてましたね。外されちゃった。それは、そうだよ。僕はもう、英語教えてるけどさ、やっぱそれはね、ヨーロッパ人には、アメリカ人はね、それは難しくない。彼らはね、英語を教えても何でも、ウェルカムで、受け入れて意見を聞いてくれるけど、ヨーロッパに聞かないよ。ヨーロッパ人ですね、役所は。それは大変ですよ。だから、今回 G7 だってさ、彼らのディスカッション見てればわかるけど、日本は基本的にはね、入り込めない。本当のところに入り込めないでしょうね。それはそうだよ。だってさ、会議してる時間以外、彼らそこ泊まってるわけでしょ、その後酒飲んだりするじゃない。そうですね。だから岸田さん入れないよね。私も経験しました。国際会議の後、大体皆さんワイン飲みながら、仲間内で全部決めてますからね。入れない、そこに入っていけないですね。そうそう。先生分かってるでしょ、僕は JC で、グローバルでやってたから、役も分かってるけど。それは青年会長ってのは唯一ね、世界を牛耳、日本人は世界を牛耳ってるって今でもそうですけど、組織なんですけど、そうじゃないグローバル組織でね、日本人は絶対入れない。そうなんですよね。そこなんですね、問題ですね。せっかくいいものを作ったって、スタンダードに、形成に入れなかったら、入れない。意味は入らないっていうかね。だから日本はだから100年単位で戦争してるけど、もう戦後75年経ったから、あと20年くらいしたらまた日本は、頭にきて戦争始めるかもしれない。いやいや。まあ、俺死んでていないだろうけど。いやいや、まあ、そういうことですよね。まあ、今度ね、G7 に向けて、
私が心配してるのは、また ATM になってしまうっていうのはですね、これだけ心配なんですけど、そこの戦略的なところに日本がどこまでイニシアチブを発揮できるかっていうのは、ちょっと、ちゃんと我々見なきゃいけないですね。うん。ただね、うん、やっぱり今僕が参加してるね、新しい資本主義っていうことで、まあ安倍さんとかもずっと前からそうですけどね、地方の村おこし、若い人たちに夢と希望を与えようってことをやっぱやってるわけだから、あれずっとやってるってことはね、日本としていいことですよ。だから僕は地方に何か所か行ったけど、地方の人たちってのは若い人意欲燃えてんだけど、何していいか分かんないの。で、今の岸田さんやってるのは、IT を使ってやろうってやってる。メタバースを使ってやろうとやってるけど、彼ら自身がさ、IT なんかも全然田舎なんか関係ないからね、若い人。何も知らないけど、それでもね、日本の政府の僕はすごいなと思うのは、諦めないでやってる。僕はその中のメンバーだけど、諦めないでやってるってことは、日本人はまだまだ捨てたもんではない。ね。例えばアメリカなんかやってるかって田舎なんかのもやってませんよ。でも日本人とはさ、1億平等だから、田舎も地方も差別しない国だから、僕はまだまだ捨てたもんじゃないと思ってる。ただね、残念なことだからさ、G7 でも何の組織でも日本人英語は喋らないもんだから。ね。で、俺は英語の塾やってるけど、生徒来たってさ、2、3回出たらもう来なくなっちゃう。なぜかっていうとね、なんていうのかな、英語が上手くなろうって気持ちは持ってないんだろうな。そうですね。英語を勉強したふりをする日本人が多すぎるよ。なぜかっていうと、日々困んないから。あ、そこ困らないですからね。うん、だからそれやっぱり、日本の今後の一番大きな課題、さっき申し上げた、ものを考えない、チャット GPT ね。だから、歴史を勉強しろとか、哲学を勉強しろってのもちょっと、っていうところあるけれども、英語を勉強しちゃダメだな。歴史と哲学を勉強し、まあ、まずは日本語を勉強しなきゃいけませんが、その上で英語が使える英語を勉強しなきゃいけないと。そういうことですね。はい、わかりました。どうも今日もありがとうございました。ありがとうございました。